何もないです。今日は暑かったです。明日は8月最後。早ー、フレンチトースト食べたい。そうなの、私ももうめっちゃなんか TikTok でフレンチトースト流れてきて、なんか作ってるところが流れてきて、わー食べたいなーって思って、材料をね買いに行きました。明日の明るい時間帯に作って食べようかな。食パン、久しぶりに食パン買ったんですけど、食パン、分厚い食パンと、あとなんだっけ、牛乳、無脂肪牛乳っていうのが売ってたから、それと卵だけ買った。お砂糖はですね、なんかあるので作り方がよくわかんないです。メープルシロップ、あ、バターはある。メープルシロップはない。はちみつもないわ。え？何がいる？最後のトッピングはもう何もないわ。忘れてた。普通あれですよね、ジャムとかのせるんですよ。でもそうそうそう、砂糖がある。そう、砂糖があるから、そうなのそうなの、砂糖あるからシロップいらんわと思って買わなかったんですよ。見たけど、その1回とか2回作るためにこの大きい、使い切るかわからないメープルシロップを買うのもなぁと思ってやめたんですよ。そうそうそう、そう、明日作れたら作ります。それか明後日。明日もう料理する気にならなかったら作らない。でもそう、食パンの賞味期限があるので、それまでには絶対作ってみる。卵と牛乳を混ぜてパンを浸すんですよね。でバターで焼く。簡単そう。そこに塩を一つまみ。そうなの。砂糖と塩。インスタには投稿しないかな、私の料理の写真は。ちょっと載せれるぐらいのクオリティではないのでプライベートメールはギリギリは送ってもまあいいかなぐらいなんですけど、インスタ、なんかプライベートメールは本当に私のなんか好きって言ってくださってる方はね、そうがよく撮ってくださってますけど、インスタとかって結構なんかもうね、いろいろな方見れるじゃないですか。だからちょっとね、載せるの抵抗しちゃいますよね写真をまず撮ることを忘れないようにしないといけない
髪の毛何色に染めてくださいって言ってますか。かわいい、嬉しい。私3月ぐらいに髪を2回ブリーチしてて、でそこからなんかいろいろピンクとかね、いろいろ美容師さんにお任せしながらやってもらってたんですけど、なんかもう一周回ってもう普通の茶色っていうかナチュラルな髪の色がいいなと思い始めたから、今回は何色にしますかって言われた時になんかね、あれ濃いめの茶色、明るくない、なんか普通のナチュラルブラウンみたいな感じで言いました。そしたらこのお色です。でもあれかも、落ちたかも色、もうちょっと濃かった気がするけど、っていう普通のナチュラルブラウンにしましたね今回は。はい、あ、そういえばインスタのねプロフィール画像変えたんですよ。なんかずっと変えたい、ツイッターのプロフィール画像を変えて、で、あ、インスタもそろそろ変えたいなって思ってたけど、なんか忘れてて、インスタので、思い出したんですよ。で、ちょうどあのアットジャムですっごい可愛い衣装を着れたので、それをトップガンにしちゃいました。アットジャム楽しかった。メンバーとなんかそう、あのコロナになって、まあ、いろいろイベントとか出演予定だったイベントとかもほとんどなくなってしまって、もう今回アットジャムがすごい久々だったから、メンバーとねリハーサルするのも楽しかったし、 TikTok も撮れたし、ステージで歌って踊るっていうのはね本当に楽しいなって改めて思いましたね。すごい、でもリハーサルの時もうね全然疲れないんです。あ、なんか 2,30 分リハーサルって、まあ、ちょっと汗はめっちゃかくけど、そんなに息切れはしないんですよ。だけどなんか久しぶりになんかねハチナスダンスとか踊ったらなんかもう苦しくなるぐらい息切れしちゃったよね。なんかねきつって思っちゃった。きつかった、ハチナスダンスからのランランランが。なんか本当に大げさかもしれないけど、ハチナスダンス踊った後なんかネモハモルーマー踊り終わった後みたいな、それぐらいなんかもうこの辺がもう苦しくて、すごい、こんなにも歌って踊ってなかったらそんな体力落ちるんだと思ってね、びっくりしたよね。そう、あとリハの時に、まあ、マスクして歌って踊るっていうのでなんか声も思うように出なかったし、なんかちょっとショックだった。そう、まあ、来月には元通りになるように頑張りたいですね。ね、肺活量、肺がやっぱり疲れてるんですかね。
頑張る。明日で今月終わるから9月1日からはもうね元通りです。なんか泣いてる。ね、劇場も早く再開してほしい。劇場もねちょっと体力頑張るわ。なんか筋トレとかは結構ストレッチやる延長線でなんか結構やるけど、有酸素運動っていうのは久しぶりにやったらねあれだったから、ちょっとその辺を頑張りたいですね。でも本当に楽しかった。肺活量は水泳やるといいかもね。ああ、なるほど、確かに確かに確かに。水泳ね、そう、アットジャムで、そうなの、なんかストロベリーステージっていうところの一番最後の枠で出させてもらったんですけど、その2つ前ぐらいがチームシャチっていう、あのほのちゃん、私のお友達のほのちゃんが出てるって分かって連絡して会えるかなって言ってたけど会えなかったんです。このテンションで言ってたらすごい会えたみたいに思うかもしれないんですけど、残念ながらちょっと会えなくて、会いたかったなっていう話。秋元ほのかちゃん、スイスイ泳いでるセリカが想像できない。確かに日傘さしてプール見学してた人なんで、まあ、ちょっと確かに。でも私その毎回の授業見学してたわけじゃなくって何回かは出てて、なんかすごい水泳頑張ろうみたいな感じのねあれだったんですよ。先生とかも結構水泳に力入れてる感じのねあれで、なんかわざわざ学校じゃなくて違うもっと広くて深いプールに入りに授業行ったりとかもして、もうあの授業本当に大変だったんですけど、なんかねすごいあのね深くて、私めっちゃ身長小さくて中学生の時140センチぐらいだったんですけど、なんか深すぎて身長と全く同じぐらい深さがあるからもうね怖かったね。すごくなんか知らない人も結構いたし、じゃあ泳いでみましょうみたいになって、無理と思いながら頑張ってねゆっくり泳いだ記憶。柳井、柳井だったか、いや外だったよ、外だった。あの授業はそう、あとねでもそうだから、そういう結構なんかねあれだけど平泳ぎはね、平泳ぎは 50m はね泳げるんですよ。一応クロールとかバタフライとかがちょっと苦手すぎて、平泳ぎばっかりやってたら 50m 泳げるようになった。そうです。
何の話してた？アットジャムの話して、アットジャム楽しかった。というか衣装がもう好きすぎて、好きだった本当に。そう、ウォータースライダーとかやったことある？なんかね、一回なんか市民プールみたいなところに行ってやった記憶があるようなないような。でもめっちゃ忘れてる、小さい時だから。ね、赤チェックね、王道って感じで可愛かった。名前のタグのとこ見たら小島春菜さんの衣装でしてね、可愛かったです。麻雀買ってた、イエーイ。最近ね、調子がいいんですよね、ゲームにしても。トップ面の時はすごいね、まあ運が良くてね勝てたんですけど、 MG モバイルっていう麻雀のアプリもやってて、よく最近寝る前にやるんですけど一回だけ。 それもそう、なんか高い点数を狙いたくて3人のやつで結構やるけど、なんか楽しいね。やっぱ欲しいものがどんどん来るから、3人だと。でも普通に4人のやつもする。ドラ乗りまくった役満気持ちいいね。もうねすごいんですよどんどんドラが来るから本当に気持ちよかった。この誰かが感してて裏ドラ、私リーチしたから裏ドラね見れるんですよ。2枚めくれるからもうね、それ乗った時わーってなったよね、声出た。カズヤクマ狙ってたの。いやでもスじゃなくてソーズが結構最初から多い気がしたから、もうソーズばっかり集めてて、でワンチャンスワンコかなみたいな思ってたんですけど、でもめっちゃドラあるから普通にまあこれ点数高そうと思って打ってたらカズヤクマだ。別狙ってたとかじゃないでもドラが絶対にいっぱい乗ってるっていうのは分かってたから、倍満ぐらいかなとは思ってて、でもねえ気持ちよかったね竜医草ね、竜医草ね、やりたいよね。狙えたこともないな。緑嫌いなのに。そうなの。でも最近なんかね、緑いいかもってなんか思い始めてるんですよ。別に嫌いっていうわけじゃないんです、そもそもね。皆さん私緑大っ嫌いと思ってるかもしれないけど、その嫌いとかじゃなくって、その緑の使う優先順位がまあめっちゃ低いみたいな感じだけど、今ちょっとこのぐらい上がってきてる
に嫌いっていう感じでもない、まあ、緑もまあ悪くないなみたいな感じの心境ですね今。で髪色が緑っていうのが嫌だっただけですよ。髪色でね、そう緑に色落ちしてきた時はもう結構ね、あーってなっちゃったね。そう、そういえばこの前ね「鬼滅の刃」の舞台を見てきたんです。そう、なんかいろいろあって見に行けることになって、で行ったんですけど、めっちゃねよかったよ。なんかすごい、かっこよかった。盾とか結構鬼滅の刃って戦う系のが多いんですけど、なんかその盾とかもなんか鬼に操られてる人の盾がなんかすごい人間の動きしてないみたいで、本当になんか本当に操られてるみたいな動きがなんかもうねすごくて、それがなんか瞬きを忘れるぐらい見てた、うまーと思って。なんかその水の呼吸みたいなやつあるじゃないですか鬼滅って。それもなんか映像でうまくこうなってて、なんかすごくね迫力もあったしよかった。あとなんか皆さん声も綺麗でね、歌も上手でね、本当によかった。鬼滅の刃はアニメをなんか映画を見に行く前日にアニメを一気見して、で映画を見て、まあなんかすごく良かったけど、そんなにあのハマるっていうか鬼滅のグッズが欲しいみたいな感じまではいかなくって、でもなんか舞台いろいろねあっていけることになってね、そうどんな感じなんかなって思って見に行ったらなんかすごいハマりそうになった。今鬼滅に面白い舞台ってねいいですよね、見るのは結構好きかも。面白いしちょっと感動するシーンもあるっていうね。一周遅めにはまるよね。そう、なんか良さを分かるのが遅い。でもそんなはま、そうはまりそうな感じがするなみたいな。ね、舞台って迫力すごいよね。なんか結構離れた席から見てたんですけど、表情もなんかすごいわかるし、すごい。
明日も配信をしようと思うんですけれども、今下に引いてる。明日はこれをしようと思います。麻雀入門ドリル。じゃーん、まあ、結構前にこれ Amazon で買って第1章はやったんですよめっちゃ前に帰って第一章しかできてないんかいって感じなんですけど、なんか訳とか詳しく説明が書いてて、その説明を読んでからなんかちょっと問題に答えて、で自分で正解確認していくみたいな、それで勉強するみたいな感じのやつ。明日はもうこれをひたすらやるっていう配信をしたいと思います。究極の脳トレゲーム、麻雀を誰にでも優しく解説。初心者の方にはめっちゃ分かりやすい感じかも。訳とかパン屋について書いてたり、全部書いてる訳は。明日はこれの第2章多いな。第2章こんなにある。第2章の半分ぐらいをしようかな。中身は多分っていうか絶対映せないから、ちょっとねあれなんですけど、麻雀ドリルをひたすら解く配信するので、多分時間は18時から20時の間にやると思います。のでお時間あえば来てください。過去にもそういうので勉強してたの。なんか麻雀入門みたいな本をなんかママが買って、それを一緒に読んでて、でなんか訳とかは覚えていった感じかな。でも実際になんか本見てるだけじゃわけわかんないから、実際にやってみて、家族とかでおじいちゃんとかおばあちゃんに後ろに立ってもらって、でこれはこういう時はこれを捨てて両面待ちにした方がいいみたいな、そういうのを教えてもらったりとかして覚えましたね。点数計算は不計算、不以外はだいぶ分かってきたよ最初に覚えた役、リーチリーチですね。最初はスモとか、あとはチートイツフ
なんかそう、そうなんですよね。かんちゃん町は好きですか？かんちゃん町はなんかあんまり、両面町かシャンポン町の方が好きですね。あ、確かにカンちゃんでも3色とか、確かに。町が多すぎるのは分かんなくなるから嫌なんですよね。イースーチー町とかリャンウッパー町とかその辺の3つ埋まってるっていうのは分かっても、そのこれもこれも、え、もしかしてこれも、え、みたいなのは、だから絶対テンパイしたのバレるし、もうね、頭の中がもうパニックになっちゃうから、ちょっとあんま好きじゃないんですけど、まあ覚えたいよね、そういうのもすぐにできるようになりたい。考えるとき止まるもんね、考えてるとき。今日は UT じゃない、今日ユニクロじゃない、こちらファンの方がくれた、かわいい、よく着てます。お家の中とかレッスン着とか T シャツはやっぱね便利ですね、夏は。これから秋冬はパーカーとかトレーナーがいいってなってくるよね。でもさ、パーカーのフード重いやつめっちゃ肩こりません？ちょっと現実的っていうか、おしゃれね、可愛いからね、まあ着るけど結構重いんですよね、フードが。しかもなんかパーカーでなんか寒いから、なんかレッスンしたり踊ったりするときになんかフードが重すぎてめっちゃ首締まるんですよ。これをね、どうにかしたいんですよね。フードないやつをまあ着ればいいんですけど、あとね、裏肝のやつってね、めっちゃ最初の方を選択したらめっちゃモケモケしたやつがつくんですよ。あれどうにかなるか。本当に裏肝ってあったかいけど別にいいかなって思っちゃうよね。わかる？なんかなんかいつも私自分でパーカー買うときめっちゃね、 T シャツとかだったらこのサイズ合わせてよしこれかわいい買おうみたいな感じでもすぐ即決できるけど、パーカーとかってそう一回中確認して
裏起毛じゃないかっていうのを確認しちゃうね。あと重いか重くないか、肩こりそうとかそう、でもあったかいからね、裏起毛もまあまあまあ着るんですけど、洗濯がね大変だからさ。うん。服で肩凝るのか。凝るね結構。服はね意外と。あとなんか夏はあったかいから別に肩も凝らなくて、軽い T シャツも軽いから肩に負担ないけど、やっぱ冬って寒いとこう肩が硬着しちゃうから凝りやすいんですよね多分。あ、確かにコートもね重さ気になるよね。あ、マフラーね確かに。まあまだ暑いからね、この悩みはあとあれだね、1、2ヶ月後、2、3ヶ月後に出てきそうですね。40分になったらランキングを読みたいと思います。マフラーセリクが見たい。おお。マフラーたまにしますね。とか言いながら冬に強そうな毛皮着てたら笑う言ってることと行動全然違うやみたいな。でもじゃあの裏起毛がなモケモケはちょっと気になるって言っただけで、それ嫌とかなんか買わないとかそういう感じではない。そこは誤解しないで、着るのは着るからね、まああったかいからね。はい。あーね、こたついいね、こたついいね。もうでもこたつで一生なんか映画とか見ながら過ごしちゃいそう。そういえば黒のライダース持ってたね。あ、ザラのやつかな。ライダース持ってた。持ってた持ってた。でも2、3年ぐらい着てた気がするな。なんかジャケットとかライダースってめっちゃ便利ですよね。あ、40分だ。じゃあランキング読みます。あ、 TikTok はあのメンバーとのやつは取りだめてたの3つなので今日が最後です。
また撮れたら撮りますね。13位、チュンシンアット超大盛りうなとり丼。セリちゃんヤッホーさん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、キティアット黒い T シャツ好きだよーさん、ありがとうございます。ありがとう。11位、ジョークスノーアット明日の麻雀ドリル配信楽しみさん、ありがとうございます。書いてないけど。10位、中心アットセリちゃん髪伸びたねーさん、ありがとうございます。書いてないけど。9位、7番目のおっさんアットアットジャム楽しかったよーさん、ありがとうございます。書いてないけど。8位、ぶっちゃんアットセリカのフレンチトーストが食べたいさん、ありがとうございます。イエーイ、美味しくできるかな。7位、みなちゃんアットセリちゃん今日も垂れ目だねーさん、ありがとうございます。書いてないけど。6位、まさまさアット新規セリカ推しさん、ありがとうございます。新規だって、イエーイ。5位、アダムプラさんアットセリちゃん今日も真っ白で壁と同化してるねーさん、ありがとうございます。書いてないけど。4位、ブラックドッグアットショールーム面白すぎたーさん、ありがとうございます。書いてないけど。3位、ヒデアキアットセリちゃん明日も楽しみですねさん、ありがとうございます。楽しみ。2位、赤いゾウさんアットチームエイトヘナチョコサポートさん、ありがとうございます。そして本日の1位は J アットセリちゃん、プライベートメールいつも読んでるよーさん、ありがとうございます。書いてないけど。はい、ということで今日もありがとうございました。あ、アフタートークするんでまだ出ないでください、この部屋からふ10時ぐらいまでかな。10時、キャー閉じ込められたって書いて今日も前髪いいね。今日そうなの。でも点数で言うと70点ぐらいかな結構生で見たら微妙かもしれない。100点だろう。そうかな。ありがとうございます。皆さん甘々優しいですね。あの、私の前髪100点はあのアットジャムの時のステージに出る前が100点だった。でもステージに立って踊ったら崩れた崩れないように作ってるんだけど、まあ、やっぱ走り回ってたからね、だいぶ崩れたよね。でもそう綺麗にできた。そう、出る前の写真がそれこそインスタの
プロフィールの画像にしてるやつ、あれ結構あの綺麗な前髪だと思っているよ。私の中メイクさんに前髪をブローしていただいたので、ドライヤーとくしで、そしたらもう綺麗になっちゃった。自分でお休みの日とかこうショールームする時とかってブローとか一切せずに、ちょっと寝癖があっても無理やりアイロンで溶かしちゃうっていう、そんなことするからね、ちょっと乱れた前髪になっちゃうんだけど、そう本番前はメイクさんがブローしてくれるので100点になるんですよ前髪が。そう大感謝。自分でブローってめっちゃ難しいなと思うんですよね。こっちにドライヤー持って、こっちにブラシ持って、髪の毛こう取って、うわーって大変ですよ本当に。スプレーでダメならジェルで固めるべし。ジェルね。あの元気なんで安心してください。クーラー直撃の中やっているので乾燥してすいません。アイロン使わないの？アイロンはいつも使う、必ず。ブローした後にアイロンでやって、オイルとかクリームで束感出してスプレーするっていう。真面目なゲスト、セリカが初日にして一番おもろかったって言われてるけど何した？そんなに？全然麻雀のお話をしました。お便りがめっちゃね褒めてくれてね、嬉しかったよね。ホッとした、褒めてくれて。喉の調子良くないの？いやめっちゃいいです。めちゃめちゃいいんだけど、あの誰とも喋ってなくて、ショールームでこう久しぶりに声を出したので、はい。喉がびっくりしてね、ちょっとねあれでしたね。そう、スーパーのレジでありがとうございますぐらいは言ったけど。エアコンはいつも除湿派、冷房より除湿の方がちょっと魅力的だから、いつも除湿っていうのをしてます。除湿ってめっちゃ言いにくい。え、そうなの？マジか。除湿は電気食うよって。電気代高いってこと？え、そうでしょ。冷房の方がかかると思って除湿にしてたんですけど。え、なんかみんな除湿はなんかちょっとあれっぽいですね、微妙っぽいね。でも普通にエアコンつけてるだけでかかってるから別に何しても一緒ですよね。変わらん。つけてたらもうどれも一緒。
変わらん。タン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 。そしてエアコンを見るっていうね、ちょっと気にしてるっていう一緒、そうです。24時間つけてるの。いやでも結構すぐに冷えて寒くなるから切って窓開けたりとかしてますね。確かに暖房がねかかるよね。タタタタ。なんか虫鳴いてるんですよね。スズムシ。この前はなんか鳴いてた。キュウリ落ちてない。キュウリ、キュウリ落ちてない。今日はコンビニじゃなくてスーパーにちゃんと行ったので、丸ごと一本キュウリは買いませんでした。今年はあまり蚊に刺されなかった。確かに、まあ、あんま家から出てないっていうのもあるし、なんか森みたいなとこ、木いっぱいあるとこにもあんま行ってないしなあ。公園とかにも行かなくなったしな。そうですね、なんか虫、蚊に刺された時の無比は必ず持ってるんですけど、全然なくなってないもんね。花火はできなそうか。そうですね、一人花火もう、そうですね、しないですね、この感じだと。庭に出ただけで蚊にやられました。確かに、エアコン気にしないでそう、今エアコンがなんか静かになったから気にしたバレた、エアコン見てるの。あ、久しぶりのお話し会楽しみだね。楽しみ。今7時販売でーす。わー、明日の1時まで7時販売。8時販売まで。なんかあれあるんですか、再販みたいな。楽しみ。
おすすめサイン会かな。今のところ最終8時で9月1日午後1時まで。おお、なるほど。元気。イエーイ。お楽しみに。来たことない方も来てほしいですし、でも近況、皆さんの近況報告聞きたいし、食べ物の話と、こういろんな話をしますね。女性の方だったらなんか好きなするね、メイクとかおすすめね。イベント行った話とか、なんとかなんね、いろいろちょっと思いつかないけど、来てくださる方には配信するので見てください。では今日もありがとうございました。またねー。